ホイッスー、どうも皆さんこんにちは、ゆっかです。今回はエアリアルレジェンズというゲームで遊んでいきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。それじゃあね、早速バトルの方やっていきたいと思いますっていう言いたいところなんだけどですね、この動画を撮る前に直前までずっと遊んでて、エアーソースがまさかの残り3しかなくて、これ回復するまで先にねガチャを引いていきたいと思います。それじゃあね、ガチャを引いていきたいんですけども、このゲームのガチャね、ちょっと特殊なんですよ。っていうのも、同じキャラなんだけど、星1、星2、星3っていう風な感じで分かれてたりしてて、星が高いのをゲットすると進化するっていう感じのシステムになってます。まあ要はね、星3をゲットすればいいっていう話なんですけども、なんとね、星3が出た時に数パーセントの確率で、その星が赤く光るんだよね。それがもうシークレットと呼ばれてるらしくてね、もう超レアらしいんだよ。で、星3っていうとても強いキャラクターなのにもかかわらず、そいつよりも 10% ステータスが高いっていうね。もうこれ絶対引きます。この動画のために俺しおり貯めといたんだよ。これ見て、600あるでしょ。だからね、もう今結構進んでるんだけど、キャラクターを引かずにねやってきたから、かなりワクワクしてます。早速引いていきましょう。スワイプでしおりを差し込もう。ジャッキ、さあどうだ。ほうほう、これは星2か。星2だな。よし、エドワード。君も切り刻まれに来たの。違います。どんどん引いていきましょう。お、これは星2かな。星2だ。あ、 3! あー、バーベキューみたいになってる。かわいい。星3、俺初めてだな。よーし、どんどん引いていくぞ。お、お、これは星2。お、こいつは星3になるか。ならない。さあ次、星3になって星3、2か。どんどん引いていくよ。さあ、お、かわいい。お、なんかすごい衣装いいね。お、星さんになった。赤く光ってはくれないか。いや、でもいいね。星さん2体目。やったぜ。さあ、どうだ。なって、な、だらないか。お、かわいい、かわいい。星さんになって頼む。かわいいよ、かわいいよ、君。わあ。いや、これね、星さんになるんじゃないかなっていう、このワクワクがたまらないね。なれ、なって、なって、な、ならない。あれ、金になった。え、これ金だよ。金。え、もしや、これは、確定？確定。よっしゃー、来たー。3体目の星さんだね。どうだ、星に。あら、やだ。私、これ以上金になっちゃう。こんなキャラなの？ちょっと待って、嘘でしょ？え？あら、やだ。私、これ以上金になっちゃう。どんなキャラだよ。どーん。あ、え、かわいい。え、かわいいキャラ多いんだよな。星さん、なって、頼む。あ、なった。よっしゃ、4枚目。いやー、でも待って、全然赤くならない。え、シークレット全然出ないぞ。頼むって。あ、キン。よし、いいぞ。星さんなって、赤く光って、赤くならないか。このキャラめっちゃいいな。デザインがすごい好き。千里眼にも映らない未来を、見せてくれる、うん、見せてあげたい。あ、これあれじゃん。さっき見たやつ。星3でしょ、これ。星2かー。ファウスト。でも星2でゲットしたか。星3のファウスト欲しいな。次は？お、初めて見た。あ、星3なって2か。いや、もう結構ね、星3は引けてるんだけど、やっぱね、星3の赤にならないね。お、キン、来たー、キクラン。めっちゃ可愛い。どんな声してんだろう。シュタイン君、待っててね。かわいい。君の命は僕が取り戻す。これスタメン決定でしょ。さあ、ラスト、いけ。いや、泣いても笑ってもこれがラスト。おー、かわいい、かわいい。星さんならない。くー。はい、というわけでね、今ゲットしてきた仲間たちをパーティーに入れてみました。もう星さんで固められたね。いや、いつかね、シークレットゲットしてみたいね。さあ、早速これでバトルに挑んでみましょう。まあね、このゲームはタワーディフェンス系のゲームの進化系っていう感じかな。ウィングリッドって言われるこの船からね、キャラクターを出撃させて敵と戦うっていう感じだね。エアーっていうのを消費して、どんどん味方を出撃させるっていう感じですね。最初に3体ぐらいは出せるのかな。で、他と違うのがね、これね、ウィングリッドっていうこの拠点を動かせるんだよね。こっちは拠点も動ける。で、この魔法陣に、の味方が触れると一定時間強くなったりするから、なんだろう、敵に近づきすぎると攻撃食らっちゃうから、そのまあ近づきすぎちゃいけないんだけど、適度な距離感でその陣地も動くっていうのが面白いね。で、いろいろクラスがあってね、その浮いてる敵にはシューターとエアリアルしか攻撃できなかったりするから、だからやっぱりその強いキャラクターだけで固めるっていう戦法じゃダメなんだよね。
あ、やばいやばい、負けた負けた。やられるとデスペナルティって言って、次召喚するまでちょっとの間時間がねかかっちゃうっていうのと、まあコストが重いから、コスト消費すればいけるんだけど、まあだいぶ重いからね、他のキャラクターから使っていきましょう。エアリアルはね、砲台から撃ち出せるっていう、1体までしか入れられないからね。まあゲストがいればゲストのキャラクターとか使えるんだけど、よーし。まあこれ本当は敵に当てた方がいい。最初は敵の攻撃だいぶ遠くまで飛ぶな。いやー、これ勝てるか。で、これアーツエナジーっていうのがあって、アーツエナジーを消費することによって技が使えます。さあ、単体に 22.5 倍のダメージ。よし、行こう。手間かけさせるぜ。かっこいい。おお、いけ、どこまで削る。いや、こいつ強いな。勝てるかな。よし、どん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 出撃させよう。いやー、強いこいつ。やばいやばいやばい、頑張れ頑張れ頑張れ。まあね、俺が近づいて強化をしていかなきゃいけないんだよね、本当は。よし、アーツを使いましょう。アーツをどんどん使っていかないと。よーし、気持ちよくしてあげる。いいね。よーしよしよし、いいよいいよ、もっと削って、もっと削って、ああ、いい、あともう少しだね。強いな、でもいい感じ。よしよし、頑張れ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 。あ、やばいやばいやばい、ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと下がろうかな。ちょっと下がっていこうかな。やられるなこれ。あー、間に合った、よかった。いやー、ギリギリ。よし、それじゃあもう一戦やっていきましょう。ちょっとさっきはね、エアリアルを無駄遣いしちゃったかなっていう感じがあるんで、もうなるべくグラウンドで攻めて、エアリアルはねもう適所で使っていくような感じでいきたいと思います。よーし。いやー、これだいぶ食らうな。よし、頑張って頑張って、なるべく近づいてあげて味方を強化する。よーしよしよし、いいぞ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 。いやー、これ結構敵のね攻撃が痛いんだよね。あともう少しで溜まるかな。よーし、いいぞいいぞいいぞ、どんどん出して、どんどん攻めて、近づいてあげることによって強化されるからね。味方を強化してあげて、でちょっと離れると。あまり近づきすぎるとね、破壊されちゃうからね。よーし、頑張れ、いいぞ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 。いやー、これいけるかな。ちょっとバトルが遅いと感じたらね、左上のボタンを押すと速くなります。これはちょっとギリギリだから、普通の速度でやっていきたいと思います。で、こういう時だね、エアリアルはね打ち出せるから、ああやって上に浮いてる時に本来当てる。よし、当てるとね結構なダメージいくんだよね。あ、ボスが浮いてんのかこれ。ボスが浮いてるってことは、もうエアリアルばっか使わないとこれきついな。エアリアルを当てる。よしよしよし、やっぱ砲台から出た時のダメージがすごい高いね。アーツエナジーが溜まってるやつが、お、いるいるいる、使っていきましょう。はい、これあなたのバーベキュー。お、結構ダメージ、すげえ強い。いや、強い、この子強いな。しかも回復ができると。なるほど、ちょっと待って、結構やられてる味方。デスペナルティでコストがだいぶ重いんだよね。いや、いけるかいけるかいけるか。よし、8出撃。やばい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 、うわー、これギリ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 、かなりギリギリ。はっ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 、やめてやめてやめて。あ、やばいやばい、待って待って、これまずいまずいまずい、ちょっと待って、ちょっと待って。よしよし、いけるかな、これもう超やばいやばい。これ勝てるかな。もう味方一体もいないんだけど、このエアリアルの攻撃で倒せれば勝ち。あぶねえ。あぶねえ。いや、もう一体しかいないよ。超焦った。タワーディフェンスってこういうのよ、このギリギリの攻防がやばい。めっちゃ今緊張したもん。はい、というわけでね、今回はエアリアルレジェンズというゲームで遊んできました。このゲームね、やっぱタワーディフェンスが進化して、新しい新感覚のタワーディフェンスのゲームだね。で、さらに RPG 要素があるので、ストーリーもねかなり面白い感じになってるので、ぜひぜひチェックしてほしいね。これ、そしてそして、今始めた人ね、よかったら俺のキャラクターゲストに連れていかない？この ID でね、検索すると俺のことフォローできるから、一緒に冒険して。はい、というわけで、この動画が面白いと思ってくれたら、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。概要欄からこのゲームぜひぜひダウンロードしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また明日な。
チュンワラワラベンベン。